しもつよしと木こりのてっちゃん、シャーラゴーからバンジマシテ、石本剛です。よろしくお願いします。さて皆様ですね、作業から見ていただいたんですけれども、今日はですね、簡単にできるおつまみを2品作らせていただきました。まず1品目はこちらですね、マグロと海苔のわさび醤油和え。間違いなく美味しいやつです。次これちょっとね、汁が多くて持てないんですけれども、卵黄キムチやっこでございます。ね、見ていただいたと思うんですけれども、2つとも超簡単ですので、ぜひ皆様ですね、ちょっとまあ1品増やしたいなっていう時とかですね、今日は時間がないから簡単なおつまみ作ろうかしらっていう時に、ぜひこちら試してみてはいかがでしょうか。では食べていきたいと思います。いただきます。まずはこちら、マグロ、これ好きでね、よく作るんです。いただきます。うんうん、あー美味しい。うん、うまい。めちゃめちゃうまい。では次、卵黄キムチやっこいただきます。僕は絹ごし豆腐を使ってます。これやばいよ、これほら、いただきます。あーめちゃめちゃうめえ。これほんまうまいんですよ。ほんとにおいしいんですね。はい、というわけで、ね、皆さんいかがだったでしょうかですね。本当に簡単にできるおつまみを2つ今日は作ってみました。本当にね、簡単に美味しく作れるので、ぜひ皆様家で作ってみてはいかがでしょうか。ではですね、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひね、この動画が良かった、ぜひ作ってみたいと思う人は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは今日も島根県の方言であります、ありがとうのだんだんで終わりたいと思います。それではありがとうだんだん。乾杯。